こんにちは、ネモです。パワープロアプリやっていきます。今回は狙い撃ち至高の野手育成応援ガチャいきたいと思います。ということで、至高系の野手育成応援が来ましたねと、プラスこのガチャについては SR そして PSR の選択権がついてくるようです。まあ、僕は至高系のガチャで全部外しているので、まあ、かなりありがたいなという感じです。で、SR 確率は最初からアップしていて、初回30個回せて PR 以上の友沢、田中山、石上、岸田が1枚出現、2回目は SR 以上の、このバナナイキャラが出現、3回目 PSR のバナナイキャラ出現。お、これでかいっすね。僕は寺道、石上、まあ、岸田以外だったら誰でもいいのでめちゃくちゃありがたいって話と、 SR 選択権そして PSR の選択権が一緒についてくるようですということで、これは行きたいと思います。行きましょう。で、これをね、無課金美課金の方が引くかどうかはちょっとこう検討が必要かなとは思いますが、僕はこれは行きたいかなと。 PSR 欲しい。お、2枚、いいっすね。田中山、おー、レイリー。出現確率はアップしているような、いなさそうな。出現確率これですね、出現確率これ上がってんのかな、ちょっとわからないな。最初から上がってますね。 30% で、このどれかのキャラという感じになっているようです。いきましょう。いや、誰が欲しいかな。まあ、友沢は一応50にできるし、友沢、田中山は50に一応できるので、まあ、そこを欲しいっていうのと、石神とかね、なかなかレアキャラなので、まあ、そのあたりもね、友沢出ました。石神が欲しいかな。どうだろう。まあ、とりあえず思考系は揃えておきたいっていう気持ちはあるので、さあ3回目いきましょう。マジで岸田以外お願いします。これ30連目で PSR 確定、結構でかいっすね。お願いします。安定してまず、よし、 OK。 友沢行きました。これ友沢来たので、まあ田中山とかが選択権で取れるかなという感じはしますね。あとは寺道か。おわー、のむちゃん、そこはピックアップかかってほしかったか。はい、まあまあまあいいでしょう。で、次が野手 SR 選択権がもらえるという感じですね。いきましょう。友沢本当に待ってたって感じですね。結構、思考系のね、ガチャはね、欲しかった方も多いんじゃないかな、というところですね。1枚。サゴイ。あ、寺道ありがたい。めちゃくちゃありがたい。オッケーオッケー。はい。ということで、次が、PSR の選択権かなが、1枚おまけでついてきますと。行きましょう。ここもピンク欲しい。サゴイ。オッケー。頼む。出ろ。PSR 出ろ。友沢以外。母体が欲しい。はい。おー、石神。え、今回めちゃくちゃいいじゃん。はい。ということで、解放をやっていきたいと思います。で、この辺が多分、何枚かあるので、売却して、石神これもしかしたら目指せるか。ちょっとわからんけど、まずは友沢と、石神をゲットしましょうか。友沢ゲットするか。いや、今回はマジでいい結果だったかなと思います。まあ、岸田が出なかったっていうのがでかいですね。で、友沢は50になると思われます。はい、おそらくですけど、一応この辺に2体いるしね。まあ、3体ぶん投げていきましょう。まあ、これでいかなかったとしても大丈夫ですね。やる気150になった、これ。4。はい、OK。ということで、友沢がまず50になりました。これありがたいと。で、あとは石神ですね。石神に関しては、多分そんなに成長できないかな。一応35が1体、45が。なるほど。ですね、SR、そして PR。ちょっと育てられるんなら、PR の石神ってどこだ？こっちか。
や本当にこのガチャは、思考系のガチャでね勝てなかった方には本当にありがたいものになっているんじゃないかなというふうに思います。まあ僕みたいなねこう引き弱にはね最高にありがたいガチャだった。で PR 石神はいに、あでもいないんですね僕。 R いないのか。じゃあ SR にぶん投げましょう。35SR の35がここにいますね。はいに BR をぶん投げていきましょう。わあ、何も起きず。で、PSR か。これに一応45。なるほど。SR が一応3体いる。まあ、これをぶん投げて成功すれば、まあ、いろいろ考えていいかなっていう感じですね。なので、これか。はい。で、こうか。うん、まあ1でも解放が通ればあとはって感じですね。ぶん投げていきます。いきましょう。2解放来い来い。よし12。わあ、まあ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 、まあ、全然ありがたい。はい、石神いきます。2段来ていいよ。12。 OK、 これめちゃくちゃでかい。ありがとうございます。ということで石神が一応こうやってリーチになりましたね。 PSR1 枚いるのであと1枚何かで通せれば石神は50にできます。とこれは大きいですね。僕の中でも石神は評価高いキャラクターの一人だったのでめちゃくちゃでかいなという感じですね。友沢が言ったのも大きいと。であとは、この辺の選択系ですね。ちょっとこれを、皆さんに解説したいなっていうところと、まあこの辺か。結構その田中山とかは、まあ、この第1弾って書いてある、これちょっと危険だな第1弾とは。はい、でこの辺じゃないか、どこだろうっけ、この辺、あこの辺ですね。の来たれパワープロ部員ガチャで一応寺道とか、まあ、他のキャラ選べたりするので、まあ、この辺でねやっていけるんじゃないのかなっていうところと、ちょっとワンチャンこれ狙う、これさ、取るじゃん、石神。石神一心取るじゃん。で、ここに。なんか今日は通る気もする。30%。はい！オッケー！でかい！めちゃくちゃでかい！いや、石神は嬉しい。普通に。ありがとう！いやーこれはめちゃくちゃ嬉しい。ちょっとサード作ろうって気になってきましたね。すいません、音声が乱れたのでちょっと切って戻ってまいりました。いやーこれはめちゃくちゃでかいですね。思考の三類種はちょっとデッキ実は考えていたんですよ。ただやっぱ石神が45だったっていうこともあってちょっと自重していたというか控えていたんですけど、まあ、アンドロメダでもいいかなっていう感じはしています。ただやっぱり、まあ、やれるんだったら北斗。で、まあ、肩の石神を入れつつ、やっぱ試合経験点とかもしっかり乗ってくるキャラクターで、筋力とね、技術、両方とも強い、そしてコツも怪我しにくさとかね、対左が非常に美味しいキャラクターなので、まあ、後ろのイベントがね、後イベがね、かなり重たいので、今、現状ね。まあどうしようかっていうのはあると思うんですけど、まあ石神が50になったのはありがたい。あと寺道と田中山は、まあ行けばすぐなるとは思うんですけど、まあ寺道っすよね、僕の場合は。ちょっとほぼ。寺道が、多分あんまいないんですよね。うん。寺道に関しては、まあ SR の45が1体で、この辺が、まあ何体か作れる。のかなみたいな感じですね。PR が一応3体っていう感じなので、45は一応2体作れると。2つとも入れば、まあ、48にはなりますが、まあ、そんな奇跡は多分ないと思うので。いやー、これは、珍しく、勝利と言っていいでしょう。まあ、今回はね、本当にありがとうございますというところと、まあ、今後もね、こういうガチャ配信になるといいなと思いつつ、
ぜひ皆さん応援いただければ嬉しいかなというふうに思います。あとはね、今日、黒金ですか。まあ、5日目の配信者バトルの5日目の黒金のサクセスとか、あとは皆さんの方もね、上がっていると思いますので、ぜひぜひそちらも見ていただければ嬉しいかなというふうに思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローください。また次の動画でお会いいたしましょう。